こんにちは。今回はアテッサのボディバッグ S を紹介いたします。このバッグは天面が大きく開くダブルファスナーが特徴のバッグです。それでは実際に収納していきます。カメラと交換レンズ2本が入ります。こちらのポケットにはこちらのフィルターを入れることができます。前のポケットにもメモリーカードやクリーニング用品を入れることができます。外装が防水生地ですので急な雨でも水が染みる心配がありません。ダブルファスナーの蓋部分がどうしてもプラプラしがちですが、面ファスナーで固定することができます。横にはペットボトルホルダーが付いているのでペットボトルも入ります。それでは実際に背負ってみます。ウエストベルトも付いているので両手が自由な状態で持ち運ぶことができます。ミラーレスカメラと交換レンズ2本が入るアテッサボディバッグ S、 ぜひチェックしてみてください。